じゃーん、アロハッピー、皆さんおはようございます。ゆうこチューブです。ついにこの季節がやってきました。今日はハロウィンになります。イエーイ。実は私サーフィン始めて3年半になるんですけど、なんと今日はハワイに来てから4回目のコスチュームサーフィンになります。1回目はこんな仮装、2回目はこんな仮装、前回はこんな仮装をしたんだけど、今日の私は何になるでしょうか。でね、実は今日私サーフィン2回する予定なんです。っていうのも、友達みんなに声かけた時に午前中しか行けない友達と夕方しか行けない友達がいたから、で私は今日のハロウィンのためにお休みをいただいたので2回とも参加しちゃおうと思います。で、1回目は最近私がよく一緒にサーフィンしてるアクティブサーフィン女子仲間たちと一緒に行く予定で、で夕方は私がサーフィン始めた頃に出会ったローカルの友達たち、結構ね多く集まるんじゃないかなって思うので、その様子もお届けしたいと思います。だから最後までぜひ見てください。ということで、ビーチに向かっていきたいと思います。イエーイ。ピューコさん、おはよう。ということで、ビーチに集まりました。映ってね。朝のハロウィンサーフィンメンバーはアクティブサーフィンガールズ。ョコです。イエーイ。ということで、着替えたいと思います。水平さん、海の取り締まりよろしく。私はパイナップルでした。
4時半なの。いいよ、皆さん入ってて。とベリーとバナナオリジナルのアサイタチュアとベーグルベーコンベーグルベーコンベーグルハッピースタジイエーイハワイアンアロマタレタッチでーすはい、ということでランチ食べてちょっと休憩してまた2回目のサンセットコスチュームハロウィンサーフィンに向かってます。今年の私のテーマがパイナップルだから2回目もパイナップルです。1回目のサーフィンも結構波も良かったし撮ってもらったり自分でもね何本か波乗り撮れたので今度はねみんながどんなコスチューム着てるかもいっぱい撮ろうと思います。どれくらいみんな来てくれるんだろう、楽しみです。じゃあ、ユークスタチューのとこに行きます。ここまで見てくれてありがとうございました。2回目のコスチュームサーフィンの様子は次のビデオでお届けしようと思います。想像以上にたくさんの友達が集まってくれて本当にみんなのコスチューム見どころ満載の楽しいセッションになりました。素敵な写真と映像も撮影していただいたので楽しみにしててください。では編集急いで頑張るのでよかったらチャンネル登録とグッドボタン押して応援してくれたら嬉しいです。では次の動画でお会いしましょう。マハロー。